ハロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ。はい、皆さんおはようございます。2021年8月29日日曜日の午前中です。シーバですね。午前中タバコ吸っているとキジトラさんがね、いきなり来ましたね。準備もしてなかったんですよ。午前中来ないと思っていましたからね。まさかね、来ると思ってませんでした。ベルが鳴り、午前中の集荷が始まりました。ちょっと今日はいつもと違うパターンなんですね。小雨がね、降ってきたんですよね。パラパラとね、ポツポツと。夕方ですね。雨だから来たのかな。動物の勘ってやつですかね。すごいですね。さすが天気予報士ですね。なんとなくわかるんですかね、降ってくるのが。これからなんとなく荒れるような風向きですね。草もね、結構揺れてますしね、曇ってますしね。シーバも慣れたようですね。昨日ちょっと戸惑っちゃいましたけどね。前半もりもり食べています。ジバですかね。なんか色が変色してきましたね。もりもりといえば、あら、変色してきましたよ。どうなのかな。珍しくいませんね。千葉君からの申し子です。キジシロさん警報になりました。ちょっとフェイントかけられましたかね。キジシロさんを狙います。ジロリー、白いお猫さんもいいのかな。ジロ、相変わらず目つき怖いですね。キジトラさん、鋭い目つきです。あ、森村氏の違法海賊電波来ました。ここで来ましたね。画面が白黒で砂の嵐状態ですね。森村氏の違法海賊電波来ます。画面が固まって、なんかどこかのライブでたくさん見たようなぐるぐる巻きになっています。森村氏の違法海賊電波です。しつこいですね。海電波が収まりました。あ、キジトラさん、お立ち台をね、降りてしまいましたね。休憩かな、コーヒーでも飲みに行くのか、タバコかな、どうなんだろう。場面がね、変わります。これならキジトラさんのお顔が見えるかな。お耳がもうブーメランですね。いきなりしおり大猫さんになります。ジロリー、夕方雨なら中止ですね。大雨でも来る時がね、ありますからね。キジトラさんわからないですからね。この天候も森村氏の影響なのかな。最近研究していますからね、森村氏もね。あ、森村氏の違法海賊電波です。言われた、来ましたね。来ました。お、珍しいですね。千葉君から申し子です。白い大猫さん警報ですね。白い大猫さんを睨みます。ちょっと撫でますね。ジロリー、本プチ好きになったかな。少し慣れたようですね。粒がね、大きくて美味しそうですよ。私はちょっと食べたことないけどね。お立ち台をね、また降りてしまいました。そろそろ配達だろうか。尻尾で風の方向をね、確かめています。雨がだいぶね、降ってきました。どこ行こうかにゃーみたいな感じですね。早いところ配達に行かないとね、間に合わなくなっちゃいますね。白いお猫さんコースかな。ちょっと止まっちゃってます。どこかへ配達に行くのか。あ、ちょっと戻ってきました。キジシロさんコースなのかな。はい、どうやら配達に行くようです。キジシロさんコースのようですね。午前中のお話はここまでです。皆さん、いつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイバイでーす。